写真拡大。巨人へ移籍してから ON に対し、上には上の猛練習と健康管理の重要性を身をもって教えた偉大な400勝投手、お金田正一氏。最高の恩返しはただ一つ。2000年の監督対決以来19年ぶりの背広の ON 日本シリーズ再戦しかない。ソフトバンク王貞治球団会長は亡き金田氏に席飛行を語った。巨人に入団してからは野球に関して大変いろいろな形で指導していただきました。私にとって金田さんは大切な恩人の一人です。400勝達成の時には金田氏と抱き合って狂喜乱舞したミスタージャイアンツ、巨人長嶋茂雄終身名誉監督はといえば、突然の訃報に言葉を失った。ショックが大きすぎると気泡にしばし呆然自失。そして金田さんのような投手はこれから出てくるだろうか。400勝投手は永遠ではないかと讃えたのだ。 ON の金田氏に対する恩返しは日本球史に燦然と輝く2000年の監督 ON シリーズ以来の背広での再戦しかない。ユニフォームを脱いでも巨人長嶋終身名誉監督とソフトバンク王球団会長は共に日本球界を牽引している。そんな2人が約束し合った球界新時代、令和元年のジャイアンツ対ホークスの日本シリーズ、天国の金田氏には最高の恩返しになる。400勝達成の時のように天国で狂喜乱舞して見守ってくれるだろう。最大 8.5 ゲーム差をつけながら西武に大逆転リーグ連覇を許し、2位に終わったソフトバンク、3位楽天とのクライマックスシリーズ CS 第1戦にも敗れたものの、連勝して9日開幕の西武相手の CS ファイナルステージ進出を決めた。2年連続の2位からの下克上、日本シリーズ出場に挑む。5年ぶり V 奪回を果たした巨人の方は、同じく9日開幕のセ・リーグ CS ファイナルステージでファーストステージを制した阪神を迎え撃つ。天国の金田氏への恩返しのためにソフトバンクと巨人は互いに負けるわけにはいかない。江尻義夫。